いやー、気づけば自分も立派な大人世代、ちょっと綺麗めな着こなしを開拓したいんだよな。そうだ、セットアップコーデをもうちょっと上手くなれば大人っぽい着こなしができるのかもしれないな。でもセットアップっていうとネイビーのセットアップ上下に対して白 T みたいな無難なものしか思い浮かばないんだよな。もうちょっとこのあたりのセットアップコーデバリエーションを広げたいんだけども、誰かわかりやすく教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代50代の大人世代に合うセットアップコーデ術徹底解説しますというテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭の小芝居にもあった通りですね、まあ、大人世代40代50代の方々はちょっと綺麗めな着こなしを意識をされる頃かなと思うんですね。まあ、そんな時に頼りになるのがセットアップという存在かなと思います。スーツの延長線上の綺麗めなアイテムで、ジャケットとボトムス共通で揃えて、あとはですね、内側に着るものを変えてしまえば簡単にですね、コーディネートも決まりますし、スーツスタイル同様のですね、綺麗さというところが簡単に整うので、もちろんビジネスカジュアルなんかでも使うことができますし、綺麗めの私服としてもですね、セットアップコーデうまくですね、バリエーションを持っておくとすごく便利なわけなんですね。ただこのセットアップのコーデってなかなかアイデアがですね、思い浮かばないのも事実かなと思います。まあ、最近ではだいぶ浸透してきましたが、ネイビーのセットアップに対して無地の白 T、 これ鉄板でいいと思うんですね。清潔感もあるし、すごく見慣れたスタイルなので多くの方がハマりやすいかなと思います。ただそれだけではなくて、もうちょっとバリエーションを増やしていただくと、綺麗めのですね、ビジネスカジュアルコーデではなくて、ちょっとこう着崩したような私服でも合うようなセットアップコーデが開拓できるかなと思うので、今回は具体的にですね、いくつかのセットアップコーデを皆さんにご紹介しながらですね、少しでもですね、皆さんの参考になれればなと思っています。まあ、僕たちですね、大人世代にはこのセットアップというのは非常に似合いやすいものなので、このバリエーションが広がることでかなりですね、普段の着こなしも大人っぽく上品になるかなと思うので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に大人のセットアップコーデをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずはベースになるようなものすごくですね、ベーシックな着こなしから皆さんに解説をしていきたいなと思っています。そもそもですね、セットアップコーデをする際のセットアップですね、こちらもですね、大きく分けると2パターンあるということをまずは皆さんにお伝えしたいなと思うんですね。まず1つ目は、今僕が着てるようなサイズ感ですね、こちらがジャストなものですね。このあたりがですね、一番王道的なセットアップかなと思ってます。今僕が着てるのはですね、グリーンレーベルのですね、ウォッシャブルトロを使ったセットアップですね。これも毎シーズンやっている定番的なものなんですが、サイズ感がジャストなので、割と綺麗めな見え方になるものかなと思います。主にですね、カジュアルシーンで使うというよりは、ビジネスカジュアルですね。こっちに軸足を置いたようなアイテムなので、特に40代後半から50代の大人世代には、ジャストサイズのセットアップというところが綺麗めで使いやすいかなと思います。ただそれぞれですね、ジャストサイズのセットアップとちょっと緩めのセットアップというものもあるんですが、メリットとデメリットがあるので、まあ、どちらが完璧というわけではないかなと思うんですね。こちらのジャストサイズのセットアップに関しては綺麗めでスタイルもよく見えますし、なおかつオンの機会ですね、ビジネスカジュアルですごく重宝するのですごく使い勝手がいいんですが、やはりですね、サイズ感がジャストなので今っぽく見えるかというと、すごく王道的な見え方になるのと、少しですね、動きやすさというところではどうしてもですね、ゆったりめのものに比べると制限があるかなという感じなんですね。なのでこのあたりはお好みの方を選んでいただくといいかなと思います。僕が今着てるものはネイビーですね。まあ、セットアップにもいろんなカラーがあってですね、その中でも個人的にはやっぱりネイビーが王道で、いろんな着こなしに使うことができるので、一組持っておくといい色かなと思います。まあ、ネイビーかもしくはブラック、さらに言うとグレーなんかのバリエーションがあったりだとか、上級者になってくるとベージュとかオリーブもあったりするんですが、まあ、多くの男性にとってはネイビーかブラック、グレー、このあたりを持っておくとまずは間違いがないんじゃないのかなと思っています。で、一つ目の組み合わせなんですが、これ街ですごく見かけるようになりましたよね。セットアップコーデというものが徐々に浸透してきた中で、このような内側に白 T を着るスタイルですね、こういった方本当に増えたかなと思います。白シャツにネイビーのセットアップみたいなところから少し応用してですね、白 T シャツにネイビーのセットアップというところが増えてるかなと思うんですね。まあ、一番安定感があってすごくいろんな方に
ハマりやすいスタイルかなと思うんですが、どんなスタイルも完璧というわけではなくて、割とよく見るので、そこまでですねおしゃれ感が強く出ないかなというところが一つの懸念点かなと思います。ちなみに足元はですね、今ローファーを履いているんですが、この足元を変えるだけでだいぶ雰囲気が変わってくるんですね。まあ、ローファーを履けばどちらかというとビジネスカジュアルで使えるような着こなしになります。ですので、このような感じのビジネスマンは結構増えたかなと思うんですね。これをもう少し砕けた感じにするのであれば、足元を白レザースニーカーに変えるんですね。ちょっとやってみましょうかね。まあ、僕が今用意しているのは、まあ、白系のジャーマントレーナーなんですけども、こういったもので足元を少しだけカジュアル感出してあげると、ちょっとですね、私服っぽくなるんですね。まあ、足元の印象っていうのも結構大事なんですが、スニーカーにすることでだいぶ印象変わったかなと思います。まあ、これぐらいでもビジネスカジュアルで通用する職場もすごく多くはなってるかなと思うんですが、先ほどのローファーに比べると、ちょっとカジュアルな雰囲気が強まったかなと思います。そして足元がローファーから白レザースニーカーになることで、少しだけおしゃれ度も上がったかなという感じはしています。ローファーの方が真面目で、白レザースニーカーの方が少しカジュアルな感じになるので、少しだけ気の利いた感じになるかなと思うので、まあ、このあたりはお好みで調整していただければなと思います。で、もう一足ですね、スニーカー置いてあるんですね。ニューバランスのスニーカーなんですけども、じゃあこのようなセットアップにニューバランスが合うかというと、ちょっとだけですね相性が悪いんですね。まあ、ちょっとせっかくなんで履いてみましょうかね。これなぜかというとですね、そのテイストと言ったらいいのかな、上下の雰囲気がですね、割とジャストサイズで綺麗めな着こなしなので、それに対してですね、ニューバランスのスニーカーってかなりカジュアルなんですよ。なので足元だけ浮いてしまう可能性があるのと、ちょっとマニアックなんですが、この裾幅って言うんですけども、ここがですね結構細めにできているものだと、ニューバランスのこのボリューム感とハマりがあんまり良くなかったりするんですね。なのでこういった着こなしも NG ではないんだけども、まあ、完璧に合うかっていうとちょっと難しいんですよね。まあ、遠目で見ると悪くない感じもするんですが、やっぱり裾幅が狭いので、ニューバランスのぽってりとした雰囲気の中にはまってこないんですよね。どうしても歩いてるとですね、裾がこう上に乗っかっちゃったりしてバランスが悪かったりするので、見た目的にはそんなに悪くはないんですが、収まりの良さで言うと、まあ、やっぱりレザー、白レザースニーカーぐらいがいいかなと思うので、王道的なネイビーのセットアップにはスニーカーは白レザースニーカーぐらいに留めておくのが、個人的にはですねバランスが取れるんじゃないのかなと思います。まあ、この着こなしから少しずつ応用する形でバリエーションを見せていきますので、続いての着こなしに着替えてみたいと思います。はい、続いて二つ目のセットアップコーデなんですが、先ほどと同様のですね、グリーンレーベルのですね、ネイビーのセットアップを着ています。その内側なんですが、ちょっと変えています。白 T はですね、先ほどと同じ無地のものを着ていまして、ちょっと内側に見えてる感じですね。その上にですね、こちらは半袖のニットなんですね。今ジャケット着てるとなかなか見えづらいんですが、ニットなんですが、半袖のものを今着ています。で、色はですね、ホワイトではなくて、ライトグレーのものを着ているんですね。これが一つのポイントになってくるかなと思います。まあ、白 T の合わせ方っていうのは結構いろんなとこでよく見るので、ちょっとだけ人との違いを出したいなと思うんですね。とは言っても白 T の持つですね、清潔感だとかパッと明るい感じというところはうまく取り入れたいので、真っ白じゃなくてライトグレーですね、このあたりを入れてあげると、ちょっと人との違いも出しつつですね、見え方としてはちゃんと明るさを取り込むこともできるので、すごくバランスがいいんですね。なのでぜひ皆さんにはですね、ライトグレーの半袖ニットですとか、まあ秋だったら長袖のライトグレーニットなんかもいいと思いますし、あとは T シャツでもライトグレーなんかを選んでいただくとちょっと違いが出るかなと思いますし、少しだけ気の利いた見え方になるんじゃないのかなと思っています。で、ニットの場合はですね、表面にちょっと凹凸感があるので、このあたりがですね、半袖の T シャツでは出ないような質感になるので、より大人っぽい感じがしてくるかなと思います。ですので、40代50代の大人世代の方には、こういったニットとセットアップの着こなしというのはぜひ試していただきたいなと思います。今動画を撮っている時期は暑いので、まあ、ニットを着るとしても半袖ニットだとか秋以降にトライしてみるのもいいかなと思うんですが、バリエーションとしてはすごくこういったものも使いやすいかなと思います。で、足元はですね、このような少しカジュアル感が出る場合は白レザースニーカーぐらいで合わせてもらうといいかなと思います。そしてもう一つですね、持っておくと便利なのがブラックのレザースニーカーですね。これもですね、僕のチャンネルではよく出てくるの
ので、まあ皆さんもご存知かなと思います。今回履いてみるのはですね、アウールのデバイスワンというやつですね。これも何度も出てくるので、まあ皆さんご存知かなと思うんですが、ちょっと履いてみますね。はい、履いてみましたがいかがでしょうか。だいぶですね、大人っぽい雰囲気になるかなと思います。これまで靴はいくつかご紹介しましたが、まずはローファーですね。黒のローファーというのが今回ご紹介する靴の中では最もですね、きれいめな方向性になるかなと思います。まあ、レザーシューズの中ではさらにはストレートチップだとか、そういった本当にですね、スーツに合うようなクラシックな靴もあるかなと思うんですが、そういったものとセットアップは正直相性が良くないんですね。ストレートチップみたいなですね、本当にこう真面目な革靴にはネクタイを締めたようなスタイリングが合ってくるので、セットアップでちょっと着崩すようなスタイリングには硬すぎるんですね。なので革靴の中で最も相性がいいのはこのようなちょっとラフなローファーかなと思います。まあ、これがあって、そして今僕が履いているブラックのレザースニーカーですね。まあ、レザースニーカーの中でもブラックなので革靴見えするというところでは少し綺麗さが漂うんですね。なのでこういったセットアップのスタイルにも、まあ、ローファーじゃちょっと重たいかなという時には黒レザースニーカーなんかを合わせてもらうといいかなと思います。そしてさらにカジュアルさを増したものが白レザースニーカーなんですね。こういったものだとより明るさを出すことができますし、ブラックのレザースニーカーよりももうちょっとですね、砕けた感じになるので、このあたりはお好みだとか、まあどういったシチュエーションで着るかでですね、分けていただくといいんじゃないのかなと思います。個人的にはブラックのレザースニーカーっていうのはすごく使いやすいかなと思うので、一足持っておくと便利かなと思うんですね。ローファーよりはちょっと砕けてるんだけども、白レザースニーカーよりはカチッと見えるので、そういった点でもすごく使いやすいかなと思うので、まあこのような形で足元はニットのスタイルには白レザースニーカーかブラックのレザースニーカーで合わせてもらうとハマりがいいかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて3つ目の着こなしなんですが、これまたですね、結構使いやすいので、まあぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。まあ相変わらずネイビーのセットアップ、グリーンレーベルのものに対して内側はですね、バンドカラーのですね、シャツを取り入れてみました。柄はストライプ柄を入れることで少し着こなしのアクセントとして使っています。このような着こなしもですね、最近少しずつ増えてきたかなと思うんですね。まあセットアップというものに対してシャツというのはもちろんビジネスシーンでよく使う組み合わせなので相性抜群にいいんですが、ただ失敗するとビジネス感が強すぎてしまってカジュアル着にはふさわしくないかなと思うことも少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな時にですね、襟元をバンドカラーにすることでだいぶカジュアルさが増してくるかなと思います。通常のボタンダウンシャツだとかレギュラーカラーシャツよりは襟元すっきりとしているので収まりもすごくいいですし、ちょっとしたアクセントにもなるんですね。あとは柄もですね、ストライプを選ぶことでこのあたりにもちょっとカジュアルさは感じられるかなと思います。あとはタックインするかタックアウトするかでもだいぶ印象変わるんですが、今回はタックアウトすることでちょっとカジュアルさを出すような形で組んでみました。このような着こなしだとビジネスカジュアルだとちょっと厳しいかなという方もいらっしゃるかもしれませんが、きれいめな私服としては機能してくれるかなと思います。まあ、この着こなしに対してはやっぱり白レザースニーカーですね、これが鉄板で合わせやすいなと思います。まあ、今回ジャーマントレーナーを合わせていますが、このような形で、まあ、上半身この内側にちょっと明るいものを持ってきているので、それとリンクするような形で白レザースニーカーを合わせるときれいめなカジュアル着としてはすごく使いやすいかなと思います。この着こなしだったら結構40代50代の方にもバチッとハマるかなと思うので、内側に着るもの、 T シャツとかニットのスタイルはちょっと飽きたなとか、もうちょっとバリエーションを作りたいなという方は、まあ、ぜひですね、バンドカラーのシャツを選んでいただくとすごくバランスがいいかなと思います。まあ、その際に一つだけ注意すべき点があるんですが、まあ、バンドカラーシャツもですね、サイズ感が様々なんですね。1枚で主役で着れるようなバンドカラーシャツって結構ですね、サイズ感大きめのが多いんですね。身幅もゆとりがあって着丈も長いと、そういうものだとですね、セットアップの内側に入れると丈のバランスが悪かったりだとか、身幅が大きすぎてハマりが良くなかったりするので、まあ、できればですね、ジャストサイズ目のバンドカラーシャツを選んでいただいた方がセットアップの内側としては合わせがしやすいかなと思います。今僕が着てるのは今季の多分グリーンレベルのものだと思うんですが、こちらもですね、サイズが結構ジャストに近くてですね、着丈もそんなに長くないので、ギリギリジャケットの内側にはまるぐらいのサイズ感になってくるかなと思います。そこさえ失敗しなければ、セットアップにバンドカラーの着こなしはすごくはまるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。続いての着こなしではですね、ちょっとジャストサイズのセットアップではなくて、ちょっと緩さのあるセットアップに着替えながら、さらに着こなしのバリエーションをお見せしてみたいなと思っています。
はい、着替えてみましたがいかがでしょうか。先ほどまでのグリーンレーベルのですねセットアップと比べるとだいぶサイズ感的にもですねゆとりが出てるかなと思います。まあ、どちらもですねジャケットが M サイズでボトムスは S というところで共通のサイズなんですが、かなり見た感じは変わってくるかなと思います。僕が今着てるのはビューティー&ユースのですね、前にもご紹介しましたが360度マスターというシリーズですね。こちらのセットアップがまあ完成度が高くて僕自身も気に入っているんですが、こちらを今回は着用しています。まあ見ていただくとですね、同じネイビーのジャケットというジャンルではあるんですが、見え方がだいぶ変わってくるかなと思います。まあどこが違うのかというと、まずはサイズ感なんですが、ゆとりがありますね。まずは肩周りなんですけども、肩のラインがちょっと落ちてることでややゆったりめのシルエットというところが見て取れるかなと思います。あとはですね、細かいとこなんですけど、袖丈なんかも変わってくるんですね。先ほどのような綺麗めのセットアップであれば、僕はですね袖丈ちゃんと詰めてですねジャストサイズにするようにしてるんですね。だいたい指先からこの裾の先端までがマニアックな話なんですが、まあ、11センチ前後ぐらいがバランスがいいかなと思うんですが、このようなちょっとラフなセットアップの場合はちょっと長めでも僕は全く問題がないかなと思って、このまま着ちゃってるんですね。あとは身幅もちょっとゆとりがあったりだとか、着丈もやや長いのが分かっていただけるかなと思います。ボトムスもですね、先ほどのものの方がテーパードが効いていてスタイルがよく見えるんですね。一方で360度マスターに関しては結構ですね、もも周りにゆとりがあります。膝から下テーパードはやや効いていますが、決して絞りすぎることがないので今っぽいサイズバランスになってるんですね。なのでこちらのセットアップのメリットというのは、着るだけで今っぽいというところ、あとはですね、360度マスターというのはネーミングの通りですね、ストレッチがガンガンに効いてるんですね。しかもサイズ感的にゆとりがあるので、よりラフに着ることができるというメリットがあるかなと思います。一方でデメリットは、サイズ感にゆとりがあるのでスタイルがよく見えるかというと、先ほどの方が圧倒的にスタイルがよく見えるかなと思います。あとはビジネスカジュアルというところではちょっと難があるかなと思ってまして、カジュアルめのコーデが OK なところであれば、このセットアップで仕事を OK というところもですね結構あるかなと思うんですが、やはり先ほどのグリーンレベルのセットアップの方が圧倒的に職場の雰囲気には合いやすいかなと思うので、そこのですね使える範囲というところが少し狭まってしまうかなというデメリットがあります。まあ、このあたりのメリットとデメリットをちゃんと加味した上でどちらかを用意しておくと便利だなと思いますし、個人的には2セットあるとバリエーション広がるのですごく便利かなと思います。色はネイビーでもブラックでもですねお好み選んでいただいていいかなと思います。このような今っぽいセットアップだったらブラックで整えてもらっても結構シャープに見えるのですごくかっこいいかなと思うんですね。ちなみにこちらのコーディネートに関しましては、ネイビーのセットアップに対して白 T というところで言うと一番最初と変わらないんですね。使ってる T シャツもこれもですねビューティー&ユースのものなんですけども、リブがしっかりとしていて、裾の部分にもリブが入ってるやつで、まあ、今期も同じものを売ってると思うので、まあ、リンク貼っときますが、まあ、こういったもので合わせていても全然見え方が変わるかなと思うんですね。先ほどに比べるとだいぶ現代的な着こなしに感じられるかなと思います。で、足元はですねこういった少し緩めのセットアップに対しては裾幅もですねちょっと広くなっているので、だからこそですねこのようなぽってりとしたニューバランスがめちゃくちゃハマりがいいんですね。まあそれ以外にもアシックスが最近流行ってるので、そういったものでもいいと思いますし、サロモンだとかホカオネオネだとか、ボリューム感あるスニーカーでちょっと着崩してあげるのがこのような緩めのセットアップにはすごくいいかなと思うんですね。もちろんジャーマントレーナーとかでも合わなくはないんですが、まあ、せっかくセットアップが少し緩めなので足元も着崩した方がよりですね雰囲気が調和するかなと思うので、まあ、ぜひ試していただきたいなと思います。まあ、それに合わせてですねメガネもちょっと取り入れながらですね少し雰囲気を変えてみたわけなんですが、まあ、白 T を使った同じようなベーシックなコーディネートであってもセットアップの個性が違うだけで全然雰囲気が変わるというところをですね、まずは皆さんもですね感じ取っていただければなと思っています。はい、続いての着こなしなんですが、先ほどは白 T を着ていましたが、今度はですねボーダーのカットソーをちょっと取り入れてみましたがいかがでしょうか。まあ、白 T に比べるとよりカジュアルな印象になるのがこのようなボーダーのカットソーの一つの特徴かなと思います。まあ、僕の今期の動画の中では結構このようなマイクロボーダーといって細かめのボーダー T をですねご紹介することが多いかなと思うんですが、まあ、セットアップに対してもこういった T シャツはすごく相性よくですねバチッとハマるかなと思うんですね。
まあ、セットアップは一応襟がついていて、きれいめなスタイリングなので、まあ、それに対してカジュアルなこういったボーダーを合わせても、そこまでカジュアルに触れすぎないので、なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、ちなみに先ほどのジャストサイズのですね、セットアップに対してボーダーのカットソー合わなくはないんですが、結構セットアップ自体が真面目なので、それに対してカジュアルなボーダーだとちょっと雰囲気が合わない可能性もあるので、まあ、せっかくボーダーを着るのであれば、少し緩めのサイズ感のセットアップに合わせた方が、より雰囲気が馴染みやすいかなと思います。まあ、このような着こなしもすごく簡単なので、ぜひトライしていただきたいなと思うんですね。で、足元は先ほどと同じくですね、まあ、ニューバランスが一番ハマりがいいかなと思いますね。まあ、40代、50代の大人世代にも結構ニューバランスは似合うんですね。だけども、これが今から5年ぐらい前だとですね、まだまだニューバランスってそこまで浸透してなかったですし、40代以降の男性が着てしまうと、本当におじさんの靴感が強かったので、なかなかおすすめしづらかったんですが、今だったら40代、50代の方でもニューバランス履いてもですね、しっかりと似合わせることができるかなと思うので、まあ、セットアップである程度ベースをきれいめに振った後のですね、このようなニューバランスの合わせというのはハマりがいいかなと思うので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。まあ、ちなみに足元なんですけども、ローファーが合うかというとですね、まあ、ちょっと難しいんですね。これまたローファーも綺麗な雰囲気なので、やっぱりこう、綺麗めなですね、セットアップの方がより相性がいいんですね。まあ、細かく言うとですね、このローファーのシルエットにもよるんですね。まあ、今僕が持っているこのローファーというのが少し先がですね、丸みを帯びているというよりは、ビジネスシーンでも使えるような適度なですね、シャープさを持ったものなんですね。まあ、このようなものは、やっぱりですね、緩い感じのですね、セットアップにはそこまで合わないんですね。もうちょっとシルエットが丸っこい感じのですね、ローファーであれば、このようなセットアップスタイルにも合うかなと思うので、まあ、そのあたりはですね、皆さんのお手持ちのものをですね、一回シルエット見ながら確認してみるのがいいかなと思います。まあ、結構マニアックな話をしたんですが、アイテムごとの特徴ですね、これがかけ離れすぎていてもですね、なかなかハマりが悪かったりするので、まあ、雰囲気を似せてあげるということですね。シルエットが少しゆとりのあるセットアップであれば、緩めのですね、ニューバランスの雰囲気も合いますし、緩めのボーダーの雰囲気にも合います。一方で、タイトめのジャストサイズのですね、セットアップに対しては、まあ、シンプルなですね、ニットだとか、あとはボーダーのバンドカラーシャツだとか、ちょっと綺麗な香りをするものですね。そういったものの方が相性がいいので、このような形でですね、使い分けてあげると、結構バランスよく大人のセットアップスタイルが作れるかなと思うので、よかったらトライしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代50代の大人世代の方に向けてセットアップのコーデ術をですね、しっかりめに解説をさせていただきました。まあ僕もですね、セットアップ好きなんですが、いろんなものを持ってるわけではなくて、意外とですね、ネイビーとかブラックのシンプルなものしか所有していないんですね。ただセットアップ自体が 1,2 個しかなくても、内側を変えたりだとか、あとは足元ですね、スニーカーにするのか革靴にするのか、こんなところでも結構ですね、違いが出せることが皆さんにも今日分かっていただけたかなと思っています。まあ、ファッションを変えるためには、まずはですね、あ、こういった着こなしもできるんだなというところで知識から入っていただいて、あとは皆さんのですね、お手持ちの服でいろいろとですね、鏡の前に立って、ああでもないこうでもないと言いながらですね、試着をしてみることで、さらにですね、自分のスタイルというものが広がるかなと思うので、まあ、ぜひですね、動画を見た後はですね、クローゼットの中の服を使いながら、皆さんなりのセットアップコーデを広げていただきたいなと思っています。また今回ご紹介したようなボーダーのカットソーだとか、ポロシャツだとか、半袖ニットだとか、そういったものを持ってなければ、この際に買い揃えて、少しバリエーションも広げるのもいいかなと思うので、よかったら皆さんもですね、今後の買い物の参考にしていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中では、なかなかお伝えしきれないような、セレクトショップのオリジナルから、ドメスティックブランド、またはちょっと2向けのブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えてですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がないよという方のためにですね、オンラインサロンというものをやっています。これは動画じゃなくてですね、文章と写真でおすすめのアイテム
テムですとか、僕自身が実際に買ったものなんかをですね、毎日更新しているものなんですね。僕自身もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外の専門家やスタイリストも記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらもですね、概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。